はい、こんにちは、日本改革党くつざわです。熊好きお志保様神棚なんとありがとうございました。これどうすっかなーなんて言ってたのは聞いてくださって神棚送ってくださって組み立て、まだです、早急に組み立てて、整えたいと思います。ありがとうございました。私への物品やお手紙の送り先は動画説明欄もっと見るをクリックして、そちらからご覧になってください。申し訳ないんですけれども生物寿司とか刺身とか重量物、例えばジュース一ケースとかはご遠慮ください、軽くて価値のあるものが、ありがたいであります。ずうずうしいですけれども、まあ、ビール券やら、お米券やらだととっても嬉しく思います。なんて読むかわからない随球八幡神社っていうのかな、随球、読めません、地名難しい。八幡神社神戸市の賽銭箱を蹴って破壊したガンビア人ママドゥ・バルデ29歳、逮捕。ガンビアってどこ、アラーの他に神はなしとか言ってたんだって、不当逮捕などと言ってるみたいであります。アラーの他に神はなしっていうことはここは神社じゃない、神様いないから賽銭は俺のものっていうへりくつなのかな。不当逮捕とか言ってんだけどふざけんなよって話ですね。一般犯の始まったか、ほらこれだから強制送還しろ、一神教には距離を取れ。全国でこんなんが多発するんだろうな。無職とかこいつの在留資格はなんだよ、なんで無職の外国人が日本に入れるのか。一応入管法でですね、自立できること、日本にいるなら自立、つまり生活保護とかそういうのを受けないで暮らしていける、つまり稼げることっていうのを条件あるんですけど、なんでか外国人生活保護っていうのがまかり通ってるよね。何の法的根拠もないものがね。取調室でカツ丼食わしてやってくれね。イスラム教徒だから、あでカツ丼用意してやったのにおかしいな、食べないなつって、アラー以外の神を全部打ち倒す気か、ご神体じゃなく賽銭箱だから金目当て。アラーは無職を不信仰って言ってるが、働くのがいい教徒ですってアラーは言ってるみたいですね。まあそりゃそうだ、アラーしか認めない原理主義者がなんで来日、本当だよね、もともとなんで来んだろうイスラム教の国じゃないとこにアラーしか認めない芸能こちこちの脳みそのやつがなんで来んだ、なんで日本を目指したのかっていう、不思議がありますよね。なんでだろう。まあ、試験ですけど、ガンビアってどう、アフリカですか。国民の 97% がイスラム教徒だそうであります。ご神体じゃなくて、賽銭箱を破壊っちゅうから、泥棒目的でしょうね。アラーの他に神はなしは、犯人の後付けのへりくつと思われるんですけれども、この理屈だとですね、日本中の神社や寺の賽銭が、イスラム教徒のものっていうことになっちゃうよね。大塚にはモスクがあってイスラム教徒の通行人多いんですけれども、駅から50メーターぐらいのとこに天祖神社、700年の歴史を誇る天祖神社っていう、神社あるけど誰も賽銭泥棒してないよ多分ですけど、イスラム教徒の通行人大塚はすごく多いんですけど誰もね天祖神社の賽銭箱を破壊してないよ。キリスト教も一神教だけど、まあまあエホバの他に神はなしって賽銭泥棒せんだろが、エホバはユダヤ教か、キリスト教はガッドですかね、ガッドの他に神はなしっつってお寺や神社の賽銭盗まねえだろキリスト教。麻生さんも麻生太郎副総裁もカトリックですよ。アラーは非イスラムからの泥棒を推奨してんのかと、ムハンマドはそんなこと言ったのかと、むしろ泥棒にはイスラム教徒って、めっちゃ厳しいんじゃないの。まあ、結論は犯人の頭がおかしい、自分の金が欲しいっていう犯罪をイスラム教のせいにしてるって思うんですけれども、日本人はイスラム教徒は
距離を取るべきであります。自分らは1ミリも譲らずにですね、他者には多様性とか言いながら土葬墓地を要求してみたり、それ大分で証明済みですよね。大分のあの日の出町にイスラム国ができるのは時間の問題ですよ。イスラム教をよく知る賢者の情報であります。自分は無宗教だから高みの見物みたいに思ってるやつ、無宗教でもバリバリ影響あるから覚悟しといた方がいいぞ。イスラム教徒が多数派になると非イスラムに一切仕事回ってこないからな。ニュージーランドとかですでに前例がある。バイトですら無理になると思っといた方がいい。じゃあ俺もイスラムになるわと考えてるなら甘い。赤服より甘々。イスラム教徒のグループはインドのカースト並みに上下が厳しい。鎮座者は下手すと非イスラムよりも扱いがひどい。奴隷並みに扱われる。先輩の言うこと聞かないと仲間呼んで殴る蹴るは当たり前。嫁さん娘さんを火星みたいなことを言われる。断れば当然ボコられる。そして帰郷は死罪とかいう狂気の宗教と。ムハンマドは新参の嫁は好きにしていいなんて言ってなかったと思うんだが、後世のね、同志どもが都合よく解釈してねじ曲げた結果としてそうなってるんでしょうね。帰郷は死罪って、この部分はカルトそのものですよ。普通の宗教はだって来る者拒まず去る者追わずが普通だもん。カルトは去る者にはリンチと、死刑を下す、ひどい目をするっていうのがカルトの特徴。詳しくはこちらのカルトの特徴をご覧になってください。いろいろあります。幹部と一般信者の、法律っていうか決まりが違う。一般信者は貧乏生活を強いられるのに、幹部は贅沢三昧してるとやるとか、いろいろあります。勧誘の仕方がなんか異常であるとか、金の要求がすごい激しいとか、そういうのが結構ありますね。他の宗教をバカにして否定するとかですね。あと幹部の批判は良くないこととされ許されないとかですね。カルトの特徴いろいろありますんでね。犯人が自分の金欲しさの犯罪行為をイスラム教教義のせいにしてるとすれば、きっとこいつ地獄に落ちますね。イスラム教徒に多宗教や非イスラム社会を害すれば、教義に従い地獄に落ちる。土葬墓地の要求も他社会への加害に含まれる。地獄に落ちるぞ帰って、啓蒙しないとなぁ、思いますね。 G7 共同宣言、台湾海峡の自由と安定は重要。誰しもが台湾海峡を自由に安全に航行することは重要。中国共産党ギャグ切れ、内政干渉だ、断固反対だ。垂秀夫中日本大使を呼びつけ抗議。ビビって日本大使のみを呼びつけるっていうのが情けないとこですね。中国共産党のね、アメリカ大使なんかは呼びつけられない。なぜなら大豆やコーンをしこたま売ってもらっているから。垂大使、お前らの態度が悪いから言われんだろ。台湾への態度改めろ。後日中国共産党、日本側は反省し歩み寄るべき、逆ギレすべきではない。逆ギレしたのお前らだろうが、ね、そもそもがと評判になっておりました。一般判断です。逆ギレしたのお前らだ、呼びつけといて何言ってんの、反論すんなって泣きながら言ってんのか。相変わらず会話にならない。話し合いが通用する相手ではない。まさか言い返してくるとは思ってなくて動揺してるようだな。適当なスパイ容疑で日本人を逮捕すんだと。重要なのは双方が誠意や信用を持って付き合い、両国関係の改善と発展に役立つ雰囲気を作ることだ、なんても言ったらしいであります。中国共産党が誠意だの信用だのって言ってるところでプッって笑っちゃいますね。ますます何言ってんだバカっていう事案ですけれども、大使呼びつけて文句言っといて何が雰囲気だっつうのね。日本人を適当なスパイ容疑でと捕まえといて何が雰囲気だっつうね。中国共産党の他に神はなしってってことは、話し合いも協定も合意も全く無駄。何言ってんだお前って。話半分どころか全く聞かなくても
いいですね、この調子だと。中国共産党の、なんだかね、何言ってるかわかんない。もう聞かなくていい。時間の無駄ですからね。文春、立憲民主党議員、名古屋高級焼肉店、個室人糞放置事件を批判した一般人を刑事告訴して、ますますですね、頭おかしいという評判を確固としたものにした立憲民主党ですが、維新、次の衆院選には、泉健太と岡田克也の選挙区にも候補立てるわ、宣戦布告、どうする健太って感じなんですけども、一般判断です。支持するかどうかは別として、やる気は感じる。枝野幸男もう落選させろ。海江田万里、民主党代表落選の例もあるし、生き恥かぎましたな。比例で復活しちゃったけど、海江田万里、東京千代田区だっけかな、代表だった、現役代表だったくせに、落選っていう、生き恥かぎましたね。胸を放置しているから、いまいち信用できん。胸を除名してくれ。立憲は党が丸ごと、胸をみたいなもんだぞ。全289小選挙区、一人区ですか、で、擁立するってあるんで、泉健太のみならずですね、小沢一郎、枝野幸男、安住淳、現場光一郎、野田佳彦、安倍智子、海江田万里、菅直人、米山隆一、西村智奈美、長妻昭、岡田克也、山野井、出間野井和則、湯月道義、真淵澄夫、小川淳也、原口恵なんかの有名人材も、標的になりますね、これ。小沢は年齢的に引退かもしれないけれども、ここに全部維新立つはですね、よくわかんないけど自民はなんとなく嫌っていう、テレビばっかり見てるそうですね、票が割れて、自民に利することも考えられますね。まあ、共倒れっちゅうの。確認のため、公式の、立憲衆議97名、ね、名の一覧、見てきましたけれども、写真付きだったんで、ゲロ吐きそうになっちゃいました。どいつもこいつも作り笑い浮かび上がって、スパイどもはね、おじろって共倒れしろって感じなんですけど、さらに立憲に逆風、吉野智子連合会長が応援しにくいから、立憲と候補を一本化してくんない、玉木投手に要請、玉木投手イヤドス、拒否、一般反応、立憲と組むとか自殺行為、連合は立憲と心中したいの、立憲と関わると共産、令和、社民にも付きまとわれる罰ゲームが漏れなくついてきますから、選挙で協力するなら分裂した意味ないし、本当そうだよね、民進党から分裂した意味ないよ、全然選挙で協力するんだろ、支持率低下で激減、議席激減、壊滅の恐怖に怯えた立憲が連合に泣きついたんでしょうけどね、連合立憲支持の自治労、日教組、放送労連、通信労連、 NTT とかドコモとか、郵便労連とそれ以外の電力電気、他全商なんかもの民民支持労連の板挟みで、連合も辛いところなんですけど、そもそも支持するところが違うんだったら一緒にやっていけねえから分裂しろってね、683万人もいるってね、連合、分裂しろって、デンマーク、フィンランド、ノルウェーの人口より多いんですよ。そんな単一組織今時おかしいから、立憲支持をやめないですね。自治労、日教組、放送労連、通信労連、郵便労連の特徴なんですけど、ただ親方日の丸、もしくは元親方日の丸、もしくはですね、放送労連なんかは、既得権益、ズブズブ6チャンネルしかねえっていう、新規参入許さないみたいな、やっぱりここも親方日の丸でゆるーい守られてる業界であるってことですね。世情に疎いとこで生きてるドリーマーどもというのが私の感想なんですけども、ここのね、民主党使ってデフレ推進したが、公務員の給料も民間の平均をもとに決められてんのに本当にバカですよ。人事院が決めんだから、公務員、自治労、日教組、お前らのことだからな、自分で自民の首絞めるプレーに付き合ってらんねえ、立憲滅びろ、いなくなる、社会党みたく消えちまえって話なんですけれどもね、というわけで、物を送ってくる住所の送り先は動画説明欄もっと見るをクリックして、よろしくお願いいたします。
あとあの匂いのきついものもやめてください。なんかあの干物、すごい匂いがする干物であるとか、よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。